馬と武具は十分、調練も充実。これも城や僕があればこそ。いかにも。よって立つ地とは実に実に素晴らしいものですな。次だ陣球。次はドイツと戦えばいい。やはりまずは曹操ですな。他のものを捨ておけばいずれ大きな障害となりましょう。その先はもっと強い奴らもいるんだろうな。無論ですとも。南の部門、北の名族、強敵にはこと書きますまい。世のすべてを戦で制し、その頂に立つ。それこそまさに呂布殿の武の天下。ふん、たぎるな。この天下のすべて、俺の武で勝ち取ってやる。